い、こんにちは、くんです。ということで今回の動物クラフト、さあやっていきましょう。トシ君お願いします。トシ君お願いします。今日これが楽しみできた。俺もさ、今日ちょっとやめようかなと思ったんだよ、配信動画撮影さ、もう疲れたしやめようと思ったんだけど、トシ回線悪い。あれ、そうなの？あー、じゃあまあしょうがないか、回線悪いんだったら次回に回す。じゃあ、なんか楽しみだったのにね。ルーター再起動とか何やらかんやらしてもらって、次パートにしてもらえますか。今日来た意味ないじゃん。確かにな、次が待ち遠しいな。今日来た意味ほぼないな。どうする？じゃあ今日トシのやるために俺ら全員集まったんだけどね。まあトシ帰ってくるまで待ってもいいけどね。あ、帰ってきた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 わ、トシくん。オッケーオッケー、じゃあオッケー、いくよ、撮影開始。あ、多分今セリフ打ってんだ。ここカットだな。おい、全員集まってここ。いや、人少ない、多分人少ないからちゃんと見に来て。くんさん回線やばい。トシを囲む会しよう、みんなで。さあ見せ物だよ、みんな集まって。あれ、回線が低いゲー。人狼も来た。人狼も見に来てくれたじゃん、大人気だな。ちょっとあれが足らんかったか、人の召集が。あ、これでもペンペ何か作ってくれたの、これ WHO ペンペ。これいいね。議長誰にする？おつん。あー、動物を大切にしてる人誰だろうな。なんか麦何やってんだよお前マジで。あー、でもおつんじゃない。でもまあ外見的には WHO いいね。これ なんかあった時にここで会議しよう。なんか買収できそうな相手がいいよな、いざという時に。買収されそうなやつ、ウミニャかな。ウミニャ服赤くしてきな、服赤くして真ん中に黄色い星つけな。ウミニャ議長で赤に黄色の星？そうそうそう、あの俺たちの、 あのユニフォームしよう。あの WHO の、俺たちの WHO は意味は、WHO の意味どういう意味なんだ。どうやって動物に変えるんだこれを。私たち人民の人民か、うん、まあまあ人民、まあ人々ってことだな。世界人間機構になるけど、それわんぱく哺乳類王国。あー、それいいな、 WHO わんぱく哺乳類王国。ナイスナイス、いい、麦天才来た。 WHO わんぱく哺乳類王国。ちょっとコウタン、ウミニャに制服をプレゼントしてくれ。赤の服に黄色い星を真ん中につける。王国ってよくなくね。どうする、なんでおにぎりになんだよ。わんぱく哺乳類王国でいいんじゃないか。わんぱく哺乳類オーガナイゼーション。じゃあまあそれで、じゃあわんぱく哺乳類オーガナイゼーションで、じゃあ議長のウミニャくんの制服ができたら第1回議会始めるか。まず議題は第1回党大会。党大会、第1回党大会、党とはまあまあ党、まあ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 と、まあ、まあまあぐ集団って意味で党。国境での動物との衝突について、確かにな、最近国境での動物との衝突がな、確認されてるよね。なんかあの国境を越えて、なんかなんだっけ、なんかそうだね、国境での衝突が。ジンギスカンワイワイパーティーピープ。あー、ワイパーティーが党でピーポーが人民。あー、ジンギスカンワイワイパーティーピーポー、わんぱく哺乳類オーガナイゼーションのジンギスカンワイワイ人民党。じゃあちょっと国境の警備の強化についてやろうか。壁立てるか、また。でも壁立てたら面白くないもんな。なんかいい案はないか。ユッキーの髪が赤い理由、赤、うーん、赤といえばまあなんだろう、旗とかで使うよね。赤といえば旗、頂上か。壁じゃなくて長い城を建てるとか。あー、かまとかなとこ、それいいな。なんか俺たちのなんか旗を決めよう。赤い旗にかまとかなとこを書くのどうだ、黄色くでっかくさ、ここに大きな旗を立てるのは。よし、じゃあそれでまずそれをしよう。誰かやってくれるやつはいるか。ただあの羊のあの集めたりしなきゃいけないからな。あれ、じゃあジャダムくん、ジャダムくん、なんかんこれジャダムか。あれ、なんだこいつ、
なんかちょっと顔変わった？外国からの出席どうなんだろう。ブロブロブロではないかもね。誰かやれるやついるか。旗作り、この人たちにやらせるか。じゃあ陰キャ転生、同志陰キャ転生やれるな君たちで。あそこの上に大きな旗を立てて、まず赤くして、こうなんか鎌とこう トンカチみたいなのをこうクロスさせるみたいな、十字で、そう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 、あの斜めにクロスさせよう。なんか意味あるんですかね。マインクラフトってやっぱ労働のゲームじゃない。労働者同士諸君、このゲームは労働のゲームだろ。労働者が主役のゲームだから、俺たちのこのコミュニティ、WHO のコミュニティのための財産をみんなで共有しようと。そう、農民と労働者の団結、わかるか。カールおじ来てくれ。カールおじのこの鎌、農民、農民、農民、ちょ待って、ちょ待って、カールおじも頭その赤くしてもいいぞ、それ黄色くなってるけど。カールおじの鎌と建築税のね、カンタスケのあのトンカチ、農民と労働者の団結のための鎌とハンマーだから、そういう意味で作ってくれ。いいな、かっこいい。はい、それでは第1回 WHO 会議解散。なんか議長の服間に合わなかったの。星型を作るのが難しい。あ、なるほどね。まあ、ちょっと次回までに用意しといてもらえますか。はい、解散。くんさん、来てにょ。何してんのお前。はぁ、なにこれ、なんだお前。やばいやばいやばい。やっぱな、原住民いるんだけど。あれは行商人じゃん。やぁ、こんにちは。僕の名前はアラ、アラッキー。ごめん、危なかった。危な、アラッキーにょ。ごめん、ちょっと待って。アラッキーにょ。ごめん、ごめんね。ユッキーは世界中の国を、相棒のメチビニックくんといろんなものを売りながら旅をしてるにょ。これメチビニックくんなんだ。あ、なんかすごい声してるけど大丈夫これ。それでね、この辺りにとても珍しい魔法の粉が売ってある町を見つけたにょ。あ、じゃあちょっと行きましょうか。ちょっと案内してください。あのうるさいんだけど、これ大丈夫。このあのユキ、これ何、このなんかすごい呪音みたいな声してるんだけど。あー、この呪音みたいな声してる動物大丈夫これ。靴にょ、靴、これ靴って名前なの。乗ってにょ。ちょ、乗れない乗れない。ユッキー、導ニックくん乗れない。ユッキーすごい行商人だな。大丈夫大丈夫、行商人なんか死にそうじゃない。大丈夫大丈夫、行商人逃げてったぞ。逃げ回ってるけど大丈夫かな。俺乗れないよユッキー。これレベルが足らなくて言うこと聞かない。バッチがないから無理だ。倒してにょ。なんでだよ、行商人なんとかしてくれよ。やったよやったよ。ユキ、これなんか乗るためのもの、お座り、座るのこれ。ちゃんと座んないよこれ。あー、いけた、お座りしてくれた。おお、すごい。ユキの方ついてくわ。めっちゃかっこいいじゃん。おお、めちゃくちゃ遅いんですけど。まあ象だ、しょうがない、こんなもんか。これはなんだろう、マミル象というやつかな、インド象かな。なんかさ、象によってもなんかでかさ全然違うでしょ。でもこのでかさだったらなんかインドの象なのかな。インドの象確か小さいんだよね。なんかアフリカの象はなんかでかいみたいな。なんかユッキーなんか目の前なんかいるけど大丈夫あれ。ユッキーあれ大丈夫なの。なんか目の前なんかあるけど、いや、まあまあ別に全然こう想定の範囲内ならユッキー全然大丈夫だけど、ユッキーあれは大丈夫なのかな。なんか光ってる何か。ユッキーさん、行商人さん、あの自力で来てにょー。おい、ちょっとどこ行けばいい。なんか作業員さん来たぞ。どこ行けばいいんだよ。こっち行くぞ。じゃあ近くの町にも、ロールプレイングゲームだったらめちゃくちゃ不親切だよな。近くの町へ来いとかって言ってね、365度全て行ける状態で近くの町に来てくれみたいな。上になんかあれも表示されねえのかみたいな、ガイドラインみたいなの。507329、 500、 え、なんか逆じゃね。つかあれかよ、普通にリスポン地点か。武器もらえなくて積むやつじゃん。作りの悪いなんか MMO やらされてるみたいな感じ。でも最近のさ、スマホの MMO めちゃくちゃゆとり仕様だよな。クリックをしたらさ、もう何もしなくてもそのままなんか行ったりさ、全部自動でやるじゃん。あれ、何があれ。あ、ダメだ、それ言っちゃダメだ、案件来なくなる。やばい、今のなし。ユッキーこれどこまで行くのこれ。この街にはユッキーのお目当ての魔法の粉があるんだにょ。どこにあるんだ。クエストの質低くね。あ、いた、魔法の粉。え、こいつが魔法の粉くれんの。魔法の粉粉。 Hey bro, what's up? What's up, man?
これ魔法使いだからマジックキノコなのかな。ヘニョイン？ヘニョイン？それ何それ、それ魔法の粉なのユッキー。わーお、ファンタスティック。使い方はわかるか。イエーイ。もう決まっちゃってんだ。あのなんか めっちゃなんか大丈夫？ユキ暴走してるよ。ユッキーは直で鼻からにうるせえ、やめろ。ガン決まりなのはいいけどさ、この子めっちゃなんか まずいよ。ユッキーダメのにょ。ユッキーつぶがや殺してる。つぶさん WHO がおあー、これ会議だろ、これ。これ WHO が黙ってないぞ。緊急会議許されないにょ。メチベニックくん。スキンもできた。じゃ、人民会議する？魔法の粉が原因なんじゃねえか、やっぱり。魔法の粉が悪いんじゃねえか？あ、いた。議長。議長。星でか。想定してた星よりでか。議長、主張強いですよ。西松屋にある。これはちょっと座りたまえ。ああ、すいません。じゃあ、被告人を連れてくるか。うん、これはもう、禁止だな。違法薬物。ごめん、何も事情知らないから誰か説明頼む。違法薬物禁止で。あ、WHO が。とにかく死刑でいいんじゃないか。治安を乱したから、ユッキーが。とりあえず港で薬物を焼こう。なんかよくわからないから死刑で。そうだな。つぶがいもなんか正常じゃなかったんだろ、ほら。だからさっき目おかしかったけど、今目普通だもん。今純粋なピュアな目してるよ。入院だな、つぶがいは。入院。ちょ、病気なんだからしょうがないよ、つぶがいは。入院しよう。あの家の煙でおかしくなった。まあ病気だから、しょうがないよ。入院しましょう。それで、なしってことで、罪を憎んで人を憎まず、責任能力なし。解散。象牙売る？うるせえぞ。何これ。なぎに。何これ。アーボック。あ、僕死にそうだけど。ヘビワールドを作ってます。へー、ヘビ要素どこ。建物これなんか上にあるけど、これ上は何に使うんだ。ユドン壺。あーあー、なるほど。あーやりたいことは分かんなくもないけど、中からヘビぐらい出してほしいかな。あー、まあ分からんくもない。そこはアップデート予定です。なるほど。もっとヘビたくさん入れてね。ヘビたくさんさ入れてさ、この中にさ、こう突き落とすための場所も欲しいかな。こう触手だらけにして、その中に突き落とそうぜ。グヘヘ。おい、なんか出たぞ。ちょっと待って。なんかレテンもなんかおかしくない。なんかそんな顔だっけ。レテンそんな顔してたっけな。俺の知ってるレテンじゃないと思うんだけどな。くん来い。少女が言うようになったな。このTo buy two sushi, one chi, to go. バカなやつが着地して動かない。ルイーギは？なんかルイーギ全然来なくね。マリもなんかずっと一人ぼっちやね。あいつ全然来ないよな。なんかマリもかわいそうなんだけど。みんなでマリモのためにアスレチック作るか。ほら、なんかちょっと素材ないか、素材。なんか素材あったらなんか作れるだろう。アスレチックの一つや二つ。全然素材ねえな、マジで。あら、戦力があるわ。これで、アスレチック作ろう。一人っ子だからマリオしかいない。はい、これでアスレチックさせよう。アスレチックだよ。おう、ADHD アスレ。おーい。あ、ダメだ。完全に行っちゃってる。ほら、ADHD アスレだぞ。ほら、ファンもある。ほら、アスレチックだよ。クリボーはいないな。あー、いた、クリボーいるわ。クリボー。はい。ほら、踏みなさい。あそこ、クリボーもいるよ。ほら、敵キャラだよ。あ、どっか行っちゃった。あ、俺の作る ADHD アスレじゃ気に入らなかったのかね。クリボーもせっかく配置したんだけどな。もうちょっとなんか土管とか作った方がいいのかもな。ちょっと頼めるか、おつん。ちょ、土管とか、マリモが喜びそうなものなんか作ってもらっていい、この辺。ていうかさ、コノって敵キャラなんだっけ、なんなんだっけ、コノって。そのヘイホーって。なんなのこいつは一体。
え、な、何者なの？エネミーだけどさ、ザコモブブロ持ち上げて投げるやつだよね。なんかマムーとかいうさ、なんかやついなかった？マムー、なんかそいつの部下だろ確か。マリオのカセット持ってないやつを使うキャラ、なんかさ緑色のさマムーとかいうやついたんだよ。キャラの薄いクッパみたいなやつ。そう、 USA か。 USA はこういうのが好きなんだな。ここじゃ USA は敵だからな。でも WHO 的にはこれいつまであんのこれ。カナリア家家賃32,000円、これで32,000円とんの？この六本木でもないぞこんなの。港区でもないわこれ。港区でもこれで32,000円は取らんわ。千代田区のなんかもうど真ん中みたいなところかな。まあでも4畳半か。4畳半32,000円、どうだろう。でも渋谷ぐらいでそうなんのか。霞が関のど真ん中みたいな感じかな、物件の位置的には。ぼったくりじゃないとしたらもう霞が関のど真ん中だな。銀座のど真ん中みたいな。果たして銀座にそんな物件があるのかって感じだけど。ゴリラビサック動物園館、小動物館、もうまだできてないのこれ。ゴリラビできた？中身ない。 まだあれか、動物がいないのか。あー種族説明、あーいいね。よしこれ入れようぜ。これここ入れる準備だな。ちょっとあのびっくりする、君来るとなんか君ビビる。いやいやいや、なんかドキッとする。なになになに、何してんの、何してんの君たち。反革命派から人民を保護するために、ちょっと待って、ちょっとダメ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 、モザイク。KGB 本部、あーなんか乗っ取られたのか。なんかここなんかティガーいなかったっけ。ティガーいた気がするんだけど、なんかこのここに大丈夫、本当に君たちのもんなのこれ。ティガーいた気がするけど、人民のために建物を接収しました。売春宿、あ、拷問中です。拷問には見えないけどな。チラッと見るなこっちよ高そうは。なるほど、まあ建物は接収できたのか。旗立てといてね君たち、次までに旗も作っといてね。羊がまだ量産体制がないんだよな。任せてください、頼むよ。で、ちょっと待って、くん来て、ちょっと待って、コタロウ。これ一回終わるわ。これ一回閉めるから。で次、あの、ファマスから始まって、次、コタロウ行くから。ちょっと待ってな、ファマス。これ閉める。ファマス、待ったから閉めるって。くんさん、だから、ファマス、だから。ちょっと待って、一回動画終わるから。一回動画終わるから。あ、終わってないのね。いや、だから動画、うん、そうだよ。焦らない、慌てないで。はい、ということで、これがファマスです。ファマスくんは一切の演技や嘘はありません。50人クラウドは全て真実です。ということで、くんでした。バイバイ。